はい。今日は、このクリスチャンである時に、ノンクリスチャンから言われるランキング8位ぐらいのことをみんなで分かち合っていきたいと思います。それが何かというとですね、最近ちなみにコメントでも来ました。それは、キリスト教の、このキリスト教の教えだけが正しいとは限らない、とは思わないっていうのが、本当にこう、人に明かししていく中でこう、 言われるランキング8位、9位ぐらいに入っていくんじゃないかって思うのね。そう言われたときに、その、キリスト教だけが正しいとは限らないってこう言われたときに、俺らは何を言ってあげればいいのかって、何が、何を考えればいいのかっていうのを、ちょっと、ね、みんなとね、この動画で分かち合っていきたいと思います。まず、この大前提なのは、この、まあみんなが言うこのキリスト教。キリスト教っていう言葉も俺あんま好きじゃないんですけど、あの、宗教じゃないんで、まあ宗教っぽく聞こえちゃう,ちゃうじゃん、どうしても。だけど、 そう言われた時に、まず何を言うかっていうと、そして何が前提であるかっていうと、まず、このキリスト教っていうのは、教えじゃないっていうこと、そこが一番大きいかなって思います。教えじゃない。単なる教えじゃない。もちろん教えはあるよ。俺らが、あの、人生の中でこう取り入れていかなきゃいけない、本当に神様が俺らを守るために教えてくれてる、教え、くれてる教えっていうのは確かにあります。それはすごい重要です。 だけど単なるちょっとカラスが来た本当にカラスどうにかしてだけど単なる教えじゃないんだよね何かっていうと世の歴史であってそしてまあ27%は予言であってこれから未来にどういうことが起きるかっていうのをもう正確に言い当てたじゃないけども予言して神様だからねそしてこの世がどうやって 終わっていくかどうやって進んでいくかね、この後どういうことが起きていくかっていう、まあそれも予言だね。だから、事実しかないんですよね。一言で言うと。だからそこは、やっぱ教えと事実には大きな違いがあるんですよね。なんて言えばいいのか。<laughs> まあ、まあ、この世の歴史ね、この俺らがどうやって作られて、ここまで世が来たかっていうのもそうだし、まあ特に言うとこのイスラエルっていう神様が建てた国の歴史。で、これは、あのー、 まあ、みんなも、ね、個人的に調べればすぐ分かるんですけど本当に聖書が言ってることでこのイスラエルの歴史を通してね言ってることであの工学的にもそうだしあの無神論者の,この歴史学者たちの言ってることと矛盾してることはやっぱ全くないだから聖書に書いてある歴史は全て事実であってだからもしイスラエルに関しての歴史が正しいならもう俺らのこの想像を俺らがどうやって作られたかってこの世がどうやって作られたかっていうのを書いてる歴史も 正しいわけなんだよね嘘ついてるわけないんだよね他のとこが全部正しいからねだからそういうもちろん歴史もそうだし、まあ、さっきもちょっと言ったけどその成就した予言ほぼ成就してきた予言、まあ、そのほぼっていうのもさっきも言ったけどこれから起こることはまだもちろん起きてないからこれから成就していくことなんだけど、まあ、とにかく27%が予言なのさ予言が100%の確率で成就されるっていうのは本当に聖書のこの持つ 正確さといううかこの信頼性を証明していると思うんだよね本当に神様が俺が神様なんだっていうのを予言を通して俺らにこう何回も教えてくれてるっていうことでそしてねもちろんイエス様ねが俺らにくれてる教えっていうのもたくさんありますだけどキリスト教って教えじゃないんだよね宗教じゃないんで誰かがこう俺らの人生をより良くするために作ったものとかじゃないんでもうシンプルに事実真理として真実としてあるものなんで あのー、そこははっきり言っとくべきですねそして俺が証ししてく中で俺がクリスチャンだっていうことを伝える時に必ず話さなきゃいけないことはあのー、うんさっきも言いましたこの真実として真理として俺らはこの聖書を信じてるっていうことだね単なる教えとして信じてないもうこれは何千回も何千回も言ってますねもう聞き飽きたと思いますけどだからもしこの真理である聖書が正しいなら 他の宗教ね他の教えとか宗教が正しいわけはないんだよねなぜかというともうその時点で一瞬で矛盾するから聖書が正しくありながら仏教が正しくあったらもうここで一貫してない事実が一貫してない仏教はこういうこと言ってるのに聖書はこういうこと言ってるってもしどっちも事実だったらもう矛盾じゃ,ない矛盾じゃん合ってないじゃん筋が通ってないでしょもし聖書が正しいなら他の宗教はもちろん正しくないってことに自動的になるのさ 正解っていいうののは1つしかないの答えっていうのは一つしかなくてあの真理っていうのも一つなのさだから俺らがもし神様から作られたなら猿から来た人間なんていないんだよね人それぞれ真理があるわけじゃないから心理っていうのは全人類に該当してこの世にいるみんなに該当することだからこの人は神様に作られてこの人は猿から来てっていうそういうのじゃないのさっていうことは他の全てを取り巻いたこの あの霊的な教えとかももし聖書が正しいなら他のことは他の教えとか宗教は自動的に正しくないって何のそれはみんなも分かると思うのだからこのキリスト教だけが正しいとは思わないっていうのはやっぱり筋が通らないキリスト教も正しいと思うけどでもそれを言った時点でもうやっぱり真理ってやっぱり排他的だからもうその時点で他はもうごそっと落とされるんだよね真実はそう矛盾できないから あの多くの宗教が同時に真実か真実だっていうことはやっぱありえないのさだけど仮にもしキリスト教聖書が単なる教えだったらそういう気持ちも分かるのねもしただの教えだったらキリスト教からの教えも自分の人生に取り入れたいしイスラム教の教えも取り入れたいし仏教の教えも取り入れたいしってこういういろんな教えを自分に取り入れてよりいい人間へとよりいい人になりたいっていう気持ちも分かるのもしこれが単なる教えだったらね でもやっぱ教えじゃないからそうやっていろんなアイデアとかいろんな宗教を取り一緒にこうするっていうことはやっぱりそこには矛盾が生じるからできないと思うんだよね特に聖書に関しては聖書はもうどこもはっきり言ってるしどこに対してもはっきりしてるからあのそれは言っときたいと思いますだからそのコメントでも書いてくれたあのヨハネの14章6節の「私が道であり真理であり命なのです」ってイエスも言ったでしょ。 あのイエス様はね決して私は道であり真理であり命でありって言ってないんだよね私はじゃなくて私がなの英語で言うと I am the way and the truth and the life I am the なの I am a way じゃないの一つの道じゃなくて唯一の道なんだよねだからそこはあの本当に俺らが知っておくべきことそして全人類が知っていること あのコメントしてくれた方ねこの私は道でありって言ったのに私はって言ってます私がって言ってますだからそこには大きな違いがありますそれが唯一の道っていうことだから唯一の真理っていうことだからだからそこをねはっきり言っていきたいと思います他に真理はないんだよねでヨハネの8章32節に「真理はあなたを自由にします」って書いてあるのだから俺もね本当にこの動画で改めていつも言ってるけど命がけで言いたいです本当に命を懸けて言うけど真理はイエス様にしかないんだよね 聖書が真理なんでねそうなったら他の教えとか他の宗教は真理じゃないんだよねこれはや,、まあ、やっぱ嫌われると思うんですけどねこういうこと言うとでもはっきり言います命かけて言いますみんなを愛してるから言います唯一の真理は聖書にありますイエス様にありますだからみんなもぜひねイエス様を求めてほしいと思いますだからねみんなもね一人一人クリスチャンであるあなたもこのイエス様の真理を受け入れた時にみんな解放されたと思うの自由になったと思うのこの御言葉が本当に成就したと思うの俺も本当に自由にされましたこの世の惑わし嘘から 俺らは本当に目的あって愛されて意味を持って作られたっていうこの心理を知った時に本当にいろんなミラクル起きるのでだからそれをねあの妥協することなくこうみんなにもね受け入れてほしいと思います調べてもちろん責任持ってだから本当に言うけどあなたも真理を知って自由になってくださいハレルヤ感謝しますみんな見てくれてありがとうございます g o d bless everyone see you n t h next v i d e じゃじゃバイバイ